左側にはね、姫線一押し動物がいるんです。ヌーですね。まあ、なんで一押しなのかというと、こうやってね、群れで見れるのは日本でここ姫線だけなんですよ。ヌーですね。ヌー、すごいでしょ。山下さん、どこが使うんだっけ。いやいやいや、あとね、日本でももう一箇所、伊豆の方でも見ることできるんです。でもそこではね、檻の中、しかも一頭だけでね、生活しているので、こうやって広い敷地で見れるのは日本でここだけなんです。ではでは、続いては水が大好きアフリカ